はい、皆さんこんにちは。今日は今まで使っていなかった服をリメイクして、そしてジムとか、まあ、トレーニングするときに着ていける服に変えていきましょう。まあこれから夏ということで、だいたい着る服は T シャツよりもタンクトップとかノースリーブが主になってくると思います。やっぱりこの肩周り、まあ脇周りが暑いとなんか窮屈で、なんかすごく熱が溜まる感じがあるので、いつもね、僕は今着てるような感じで服、肩を出すようにしてます。まあトレーニングしている人は肩とか胸を少しでも出せるいいタイミングかなと思います、この夏は。はい、まあ、トレーニング着と言いつつも、僕は普段から自分が着ている服でも自分がリメイクした服を結構着ることも多くて、今実際着ているこの服もリメイクした服です。なので袖は切って落としてます。今までジムで結構僕自分自身がリメイクした服をね、結構着てるんです。はい、まあ、こんなこういう服とか、こんな服とか。なので、古着もしくは今まで使っていなかった服でなくても、例えば自分が欲しいと思っている服の形でノースリーブがなければ、タンクトップがなければ、 H&M とかユニクロとか他の安い服屋に行って素材だけ買ってきて、それで自分でリメイクするっていうのもね、いいと思います。はい、で僕がこれから作っていくのは、今僕が着ているような T シャツをノースリーブにリメイクしていきます。まず初めに用意してもらうのはもうこれだけのものでできます。まずハサミ、ハサミは布を切る専用のハサミがあると理想です。布のものによっては結構ハサミが通りづらかったりとかするので、布用があれば布用、なければ普通のハサミでもいいです。そして一応ね、何センチ自分がどの単位で切るかっていうのも知るために物差しがあればいいです。あとペン、これは結構何でもいいです。はい、ひょっとしたらボールペンでもいいかもしれないです。で今回使うのは白生地の T シャツなんで、黒の場合は何か白のペンとか白で書けるもので用意してください。はい、今回僕がリメイクする T シャツは以前H&M で買った着丈の長い T シャツの S サイズを買いました。ただ今のガタイではこの脇が S サイズだと、ここがね狭すぎて脇が突っ張っちゃって切れないんで、ちょうどねリメイクするのにはいいかなと思ってこれ選びました。すでにねチェックはもう入れました。ちょっとねしわくちゃな感じはごめんなさい、着てなかったし使ってなかったからほぼ新品な状態です。はい、だいたい自分の目安は脇のところから切ると、想定している部分のだいたい20センチぐらい、ここからこの脇の一番上のところがゼロに合うように、で片側も同じくです。ここ結構重要です。これも同じくゼロを生地の一番上に合わせて、僕今回だいたい9センチ。はい、でここの幅が広ければノースリーブっぽくなります。で一番無難な切り方、一般的によくまあみんながしてる切り方っていうのは、ここのT シャツのこの縫い目に合わせて着ると、まあ結構綺麗に簡単に着れるしいいんですけど、まあノースリーブっぽくなる。で僕あんまりノースリーブっていうノースリーブあんま好きじゃなくて、形的に T シャツを少しタンクトップっぽく、着る切り方が好きで、そっちの方がね自分の体格的にもかっこよく服が着れるっていうのもあって、僕はあえてここを無視して今回は9で合わせました。まあ、逆側も同じ9で。そしてここで、もう一つポイントは、ここの点から、ちょっと見えづらいけど、ここの点からさっき印をつけた、この20センチのポイントまでの、この距離を、まっすぐに切ったら一番無難です。もう少しタンクトップっぽい感じで切りたいという人は、僕がいつもやるやり方としては、ここの生地のところを、真っ直角に落とします。まっすぐに落として、でだいたいこの脇をだいたい超えた、何センチぐらいかな、脇からだいたい10センチぐらい、あくまでも目安です。はい、それまではまっすぐに生地をこのまま落としていって、だいたい10センチぐらいからカーブをここで入れて、ここで
やります、はい、でカーブがあまりにも極端に、例えばここにポイントがあるのにここでカーブ入れちゃうとこんだけのカーブが出ちゃうんで、これしちゃうとちょっとね、あの出来上がり変になっちゃうんで、まあ、10センチひょっとしたらね、もう5センチ、10センチから5センチの間の自分の好きなところでまっすぐにバーって落としていって、だいたい5センチから今僕の手の置いてる部分が5センチぐらいかな、でこの10センチからのこの幅の範囲でゆっくりここに近づけてあげるという感じですると結構ね綺麗に切れます。でこれ前も後ろも同じような切り方になるので、ね前は結構胸の一番横のカーブの部分が正面から出るぐらいの形になると思います。で背中も広背筋が後ろ、背中から見た時に広背筋が少し見えるような形で、切れることになると思います。では切っていきましょう。とりあえず片側は今切れました。こんな感じで、ここの生地は結構まっすぐ。でもね、大体でいいです。ただあんまり慎重になりすぎずに、細かく切るよりもザクッ、ザクッと、なるべくまっすぐをイメージして切った方が綺麗に切れます。で、僕ちょっと今回、ここの点しか書いてなくて、先付け足したんですけど、もちろん、こっからこの点まで引っ張って書いてもらった方が無難に綺麗に切れます。はい、まあ、僕ね途中で一回止めてここ書いたんです。はい、ここの線はまっすぐとりあえず切って、で、まあ、僕も片側が今参考としてあるのでこっちに合わせて後で書いてここ付け足します。はい、で形としては本当にこんな感じ、まっすぐだいたい脇下から5センチ10センチのところ辺からカーブ入れて、でもこれはあくまでもこの脇下から20センチの設定での話なんで、もうちょっと下に落とす場合はこの脇から5センチ10センチも振り幅は変わってきます。はい、で切る時のポイント、ここ一番気をつけてほしいところはこの生地ね、後ろと前でこう T シャツがこうなってる状態とかで切っちゃうと後ろと前ですごい不具合が生まれてバランス悪くなるんで、なるべく切る前にT シャツをね、一回ね、パシッと貼ってほしいんですね。こう、ズレがないか、前後に。だからなるべく伸ばして、理想は、ここにある縫い目、大体 T シャツってここに縫い目があるから、これが一番端っこに着てる状態。この縫い目が、T シャツが折れたことでっていう、こういうとこにあったとしたら、もうすごい変な切れ方になっちゃうんで、なるべくピンと貼ってあげた状態で、やるようにしてください。では、続きいきます。はい、とりあえず両方これで切り終わりました。まあこの端くれはリメイクでまた付けてくれてもいいし、まあ掘ってくれてもいいという感じで、いい感じかな、結構いい感じ。生地も結構タイトぐらいがやっぱり一番しっくりくるかな。ここの幅もめっちゃいい感じで肩もしっかり見えるし、ここの長さもやっぱり20センチぐらい結構いいかも。うん、で背中もちょっと自分で背中見えへんけど広背筋が結構見えていい感じだと思います。言い忘れ一つ、この T シャツを着た時にこの切り目が結構気になる人いてると思うねんけど、生地は切るとこうやって内側にね丸まるんです。見えるかな。しかもいい感じに内側に丸まってくれるからすごい線が綺麗になるんです。なのでまっすぐじゃない、もうギザギザに切らない限りある程度まっすぐ切ったら結構ねまっすぐねなります。こんな感じで、はい。ちなみに今日初めてインスタグラムのライブをやってみました。20人ぐらい見てくれました。見てくれた人ありがとうございます。またやろうと思います、暇があれば。はい、今回は、洋服のリメイクコーナーとして動画を出してみました。もしこのコーナーがまあ例えば評判が良かったらまた次回違うリメイクでちょっとまたコーナーとして出そうかなと思います。まあ服とかファッションが好きなので今まで、アクセサリーを作ったり服をデザインしたりっていうのは結構やってきました実は。
で、ここ最近は全然そういうことはしてません。 T シャツにハサミ入れたのも今日も久しぶりでした。まあ、自分の欲しい服とか形のものってやっぱりなかなかなくて、特に俺は変わり種が結構好きなので、世の中になかなか欲しいものがないんです。で、そういう時に自分でリメイクすると結構自分が欲しいものに近いものが結構自分で作れたりとかするし、なおかつお金をかけずにできるってところが僕的には魅力的で、まあ、ジム着を買いたいけどお金を使いたくないっていう人とかいたら、まさしくこれやってください。タンクトップとか、まあね、ノースリーブとか買わなくても正直自分でちょっとハサミ入れたらできるんです。はい、めちゃくちゃ簡単なんで、まあ、時間ね、あればハサミとあの書くやつあれば T シャツ自体があればすぐできるんで、やってみてください。で、今回このノースリーブを作る上での一つ、もう一つアドバイスとしたら、まあおすすめは着丈の少し長い T シャツで、横があんまりゴワついてない方がかっこよく着れるかなと思います。だから自分の持ってる服とか、もしくはリメイクしたい服で、こういう形でこういうデザインで、まあ、タンクトップとかノースリーブがあったらなと思う服を用意してください。ジムで着る服ってすごい実は大事で、着る服一つで自分の体がよく見えます。自分の体型に合ってない T シャツとかタンクトップとかノースリーブ着てトレーニングするとね、結構自分の体ショーく見えて、あんまりテンション上がらない時は自分は結構僕自身はあるんです。だから自分の体を、まあ、体型とかを自分のファッションとか、まあ、自分の好みに合わせて僕は結構服合わせてます。だから服装が自分の好きなデザインだったら、ジムでねすげえテンション上げていいトレーニングになるんで、 T シャツ一つ、タンクトップ一つ、ノースリーブ一つ、自分の体型に合った自分の好きな好みのものを着てやってください。すごくね、体でかくも見えるし、かっこよくも見えます。はい。では、そんなこんなで話長くなりましたけど、終わります。この動画が面白かったと思ったら、いいねしてください。で、インスタグラムも、あるので、よければフォローしてください。終わります。今日もご視聴ありがとうございました。では、終わります。さよなら。